紡ぐ 1% の初恋第6話。そろそろお店が閉まる時間だ。持って行っちゃおう。髪を切ってくれたお礼に、私が流星君に選んだプレゼントはハンドクリーム。美容師は仕事で手が荒れそうだし、消耗品だったら重荷にならないはず。相談に乗ってくれた凛もナイスチョイスって言ってくれた。流星君にカットしてもらってから、鏡や窓ガラスを見るとつい髪の毛を触ることが多くなった。恋は日常を変える。中学生の頃を思い出した。学校に行けば流星君に会える。それだけで学校が楽しかった。ちょうどいい時間かな。あ、流星君。お、紬。目の前の状況が信じられなかった。流星君と相談相手だった凛が手をつないで店から出てきた。私の髪に触れた手が、優しかったあの手が。私はまた逃げた。クラス会の時と同じように。今回はもう流星君は追いかけてこなかった。また期待した自分が惨めで仕方がない。こんな嫌な思いをするなら、初恋はいい思い出のままにしておきたかった。流星君だと思った。凛、ひどいよ。私の気持ち知ってて。いい大人が手をつないだくらいでやきもち。ほっといてよ。そうやっていつまで逃げる気？これ以上傷つきたくないの。紬は虫が良すぎる。待ってるだけじゃ奇跡は起こらないよ。ちょっとしたことでもいい。自分だけが感じることでもいいから、幸せのかけらを集めた人だけが奇跡に巡り会えるの。もういいよ、そういうの。まだ何にも始まってないのに。今ならまだ傷は浅いから。紬は中学生の頃と何も変わってない。分かってる。このキーホルダーを買った時の私は流星君をひたすら思っていた。それだけでよかった。でも紬、今の私は何もない。あの頃の情熱も、傷つきながら前に進む勇気も、いつからか何も期待しない方が楽って分かったの。あなたは好きな人を友達に取られたことはありますか？